というわけでね、講和の方に到着いたしました。急ブレーキがかかりました。ご注意ください。というわけで、いろいろ急停車とかありましたけど、大丈夫ですかね、これ。はい、豊川稲荷の方に到着しました。あと210km。はい、というわけでね、9103編成ですね。こちらの方で折り返し、この方まで戻りたいと思います。間に合うか。すみません、ありがとうございます。よかったです、ゲットできました。新安城の方に着きました。ここからはですね、西を平吉田方面へと向かっていきます。はい、こちらの方に乗って平吉田まで向かいます。さすがにもう疲れてきましたね。ちょっとこの駅もなんか結構新しい感じですね。
すごい間が空いてますね、これ。それでは蒲郡折線の方に乗っていきます。蒲郡終点の蒲郡折まで行きます。なんか朝見た光景とよく似てますね。広見線末端区間みたいです。はい、というわけでまたこの6線系ですね、広見線の末端区間と同じ2両編成のワンマン対応6線系でございます。こちらの方で終点の蒲郡まで行ってみたいと思います。それにしてもこのホームとドアの高さが結構あるんですね。これ乗りにくそうだな。はい、というわけで蒲郡の方に到着しました。ここからですね、名鉄の三河線の方に乗っていこうと思うんですが、今来た道をまた戻って三河線に行くってなるともうすごい時間がかかりますんで、ここからはですね JR の東海道本線を使って刈谷まで行って、そこから三河線に乗りたいと思います。はい、この新快速前原行きで、途中の刈谷まで行きたいと思います。
やっぱり JR 東海道本線便利ですね。はい、というわけでね、刈谷駅の、シールの方ももらいました。というわけで19時24分発の碧南行きに乗って終点の碧南まで向かいます。はい、というわけで碧南の方に到着いたしました。こんな感じで6000系が大量に止まってますね。これはもう停泊ですかね。実は三河線のお店もまだ来たことなかったんで、外の様子とかよく見たかったんですけど、もうこんな時間なんでね、もう真っ暗すぎてもう何も見えないですね。残念ですが、外に出てみてもいいんですが、まあやめとくか。時間も時間なんで、はい、駅南です。三河線海線の方を環状してきました。次はですね、さなげの方、三河線の海線の方を行ってみようと思います。
さなげの駅に到着しました。はい、というわけでね、さなげの駅の方にやってまいりました。まずですね、恒例の折り返しですね。こちらの方で、梅坪の方まで折り返して、そこから、鶴舞線直通で、上尾台の方まで行って名古屋に帰りたいと思います。三河線はもう6000系だけなんですかね。6000系のこの改造車が固定で運用されている感じですね。はい、またこの普通気流行きで途中の梅坪まで向かいます。というわけでね、対向できましたこちらの上尾台駅、こちらの方で、鶴舞線経由で上尾台に行きたいと思います。はい、上尾台の方に到着しました。梅坪からだとここまで1時間近くかかりましたね。結構かかるもんなんですね。そして普通だったらもう名古屋の方に戻るんですが、実を言うとですね、スタンプの方があと3つ終わってません。石宮と西原と須賀口のスタンプシールがまだないんですね。ということで、これはですね、もう3つ今日中に終えることは不可能ということになりましたんで、どれか1つだけやろうということで、今からですね、西原の方まで行きまして、で、スタンプシールの方をゲットして、それで名古屋の方まで戻りたいと思います。ちょっと問い合わせたところですね、1日でそのシールを全部集める必要はないということで、なんかもしできなかったら別の日にやっても期間中でしたら OK ということなんで、それで行きたいと思います。いや、それにしても寒いですね。もう5月入ってゴールデンウィークなのに、もうさすがにこんなに寒くないと思ってたんですけど、寒いですね。自分こんな時間まで名鉄にいたことってあんまりないんでわからないんですけど、神宮前行きのパノラマスーパーがいましたね。まああんなの毎日見れると思うんですけど、
はい、普通犬山行きですね。こちらの方で、西原の方まで行きたいと思います。電車がすぐ来るんで急ぎますけど、これ人いるんですかね。はい、というわけで準急中部国際空港行きで N3000 型がいますね。本当これかっこいいですよね。本当にまもなく結構ピカピカですね。電車が参ります。黄色い線までお下がりください。名古屋方面、こちらですね。これがいよいよ最後の電車になります。多分30列車ぐらい今日乗りましたけど、これが、本当に最後の列車になります。ちゃんと、西原駅、切符の方もゲットしてきました。上野台佐高名古屋に止まり、名古屋から、はい、最終の最後の列車こちらになります。9500系、こちらの方で、フィナーレである名古屋のホームに向かいたいと思います。楽しみです。ご注意ください。ありがとうございました。はい、名鉄名古屋の方到着しました。いやー、長かったですね。西尾特急もありますね。はい、こちらの方ももう役目終了でございます。というわけで、今日は一日、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。